はい、シアレス大阪店スネオこと大川亮太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、見ていただいて分かる通りすごいカスタムしてきた、している車両ですねが入庫してきましたので、はい、ちょっと紹介の方していこうかなと思います。はい、早速詳細なんですけど、平成22年式のスーパー GL ですね、肉の 3000cc のディーゼル車両になります。はいはい、まあすごいですね。ね、カスタムはもうねバッチリ決まってますね。決まってますね。今度はちょっとフロントからカスタムしてるとこ教えてもらっていいですか。わかりました。まあ、フロントまずボンネットですね、カーボン製のバットフェイスというものがついてますね。はいはい、で、まあ、グリルも変わってますね。なんか網がついてます。ね、しかもこれ、はい、マットブラックとかね、いろいろ混ぜて。そうですね、カーボン、普通のブラックとマットブラックですね。これ車体の色ってブラックですよね。これはブラックになります。おお、すごいですね。ブラックに艶消しのね、はい、ものを入れたり、カーボンを入れたりとか。すごいおしゃれな感じで。これヘッドライトカバー、ヘッドライトカバーもちょっとなんか網みたいな、つぶつぶがついてますね。ね、はい、今日もフロントからすごいですね。フロントからすごいです。パネルも変わってたり。そうです、なんかダクトついてますね。ね。で、一応 SX のフロントリップスポイラーですね。ああ、ついてますね。よく見たらこれはフォグのとこにも同じつぶつぶのカバーがついてますね。カバーね、ヘッドライトと合わせてて。すごいですね。統一感あってかっこいいですね。ね。で、フロントはこんな感じで。そのまま横に回ったら、まずサイドバイザーですね、変わってますね。これもついてるじゃないですか。アンテナも変わってますね。ね、あ、一応のちゃんと伸びるんですね。ちゃんと伸びる、ちょっとおしゃれな仕様ですね。ね、で、バレンティのドアミラーウィンカーですね。これツヤ消し、ツヤ消しとツヤありで分けてますね。あ、下がツヤありなんですね。下がツヤありですね。なんか普通逆のような気がするんですけど。ね。で、スモークレンズで。はい。で、こういうとこもね。一応カーボンがね。何かシールみたいなものが。で、貼って。貼ってますね。で、まあドアノブのプロテクター。ここのシール系ね。はい、全て統一してますね、これで。ね。で、リーガルフェンダーの方がですね、一応ついてますね。でも薄いタイプのやつね。はい。そういうタイプで。で、このホイールはどこのメーカーさんですかね。MTS さん、すごいですね。またいかつい。これ20インチですか。これ20インチのホイールになります。あ、やっぱ大きいですね。大きいですね。迫力が違いますね。ね。で、これローダウンは？ローダウン数は3インチですね。3インチ。はい。3インチの方ローダウンしております。で、サイドステップ。サイドのステップ。こちらも MTS さんのロードがついてますね。このフロントからずっとリアまで。そうですね、リアも見てもらったら分かるんですけど、バンパーがね、リアのバンパーも MTS さんのものがついておりますね。あ、すごいですね、こんなとこも変わってますね。で、こちらマフラーの方もです ね、 ね、変わってる感じですね。リアウィングはカーボン仕様で、はい、ついてますね。ハイマウントもね、ハイマウントもスモークレンズのものに変えてて、テールランプも変えてますね。カスタムがでもすごいですね。そうですね、こんな羽もついてますね。ね、かっこいいですね、これ。こうやってバーニッシュもカーボン調で、そうですね、結構カーボンでもう統一してる車両がありますね。ドアノブとかね、リアウィングとか、まあバックね、はい、ガーニッシュ系全て大体カーボンで揃えてますね。しかも細かいところまでリアバンパーのここもカーボンで、ここもなってますもんね。ちゃんと網網もしてますね。いや、すごいカスタム本当してますね。すごいカスタムしてるっす。すごいですね。で、しかも黒で統一してるからバチッと決まってるし、もうエンブレムもマットブラック塗装で、うん、
全てが黒で統一してますね。すごいですね。中開けます？ちょっと後ろを見せてもらっていいですか？はい。ちょっと交換したパーツはね、ちょっと積まれてる。積まれてますね。それも全部お返しする感じですもんね。そうですね。ちょっと荷物はいっぱいありますけれど。荷物いっぱいあって、でもそうですね、Dピラーのスピーカーのスピーカーがついてますね。ああ。はい。ここにスピーカーがついてて。あ、すごいですね。運転席が、まあ後で紹介するんですけど、変わってるんで、一応もともとあったシートもここに積まれてますね。あ、ほんまですね。結構改造してるからね、こうやって純正のパーツが多いですね。多いですね。はい。ほんならこのままちょっと横行きましょうか。横行きますか。スモークフィルム貼ってるからやっぱ暗いですね。暗いですね。そこからはちょっと反射もしてますね。ね、あまり見えずで。じゃあちょっと開けていきますね。はい。ではブラックとレッドのシートカバー。シートカバー、赤黒のシートカバーついてますね。なんかグリップも変わってますね。ね、あえて逆向きにして持ちやすいようにしてるのかね、これは。ああ、うんうん。ほう。でまあフロアマットも、はい、で、その気になる運転席がこちらね。こちらですね。これは2列目と一緒の助手席は、そうですね、赤と黒のシートカバーがついてます。で運転席がですね、これブリッドのね、セミバケットシートに変わってますね。アームレストもついてて、アームレストもついてます。しかもこれ助手席の人にね、手を置いてもらっても痛くならないように、はいはい、いいですね。前もすごいですね。前もこれカーボン、カーボンです。前もカーボン、外といいカバーね、中といいカーボンでね、統一されて、こういうとこはライトつけて、足元を照らすやつですね、こういうの。あ、そうですね、はい、暗闇でも乗り降りがね、安全にできるように。んで、ここもフロントもアシストグリップがついてますね。あれ、これ、ここ色ちゃうじゃないですか。お、変わってますね。ってことは反対は、すごいです。あれ、追加メーターがついてますね。おお、すごいな。ちょっとこれ一回エンジンオンにしてもらっていいですか。あ、これ足元も照らされるように、足元もブルーライトついてますね。ちょっと一回、ちょっと一回オンにかけてみますね。オンで大丈夫ですか。はい。おお、かっこいいですね。ちょっとピピ出ますね。すごいですね。で、これカロツリアのサイバーナビ、サイバーナビがついてます。で、一応ツイッターの方もパイオニアのものがついてますね。そっちですね。はい。本当にシュートノブ、そのホルダーがついてて、そうです、ステアリングもこういうカーボン調で。ちょっともう一回エンジンオンにしてもらっていいですか。ちょっとこの、はい、ここが気になりますわ。さっきちょっと触ったんですけど、はい、ここの電源ボタンを入れるとなんとカメラが映るんですよ。あれ、これあれですよね、ミラーの下ですよね。ミラーの下です。一回閉じてみますね。あー、これサイド見れるんですね。すごいですね。これサイドのカメラと連動になって見れるんですよ。バック入れてもらっていいですか、一回。あ、バックはこっちに。バックはこっちですね。上には映らないんですね。で、サイドは上に。サイドは上に。へぇ、すごいですね。で、まあ ETC もバックカメラもついててね。はい、すごいですね。ここちゃんと今青なんですけど、バック入れたら赤に変わりましたね。他は紫。 あ、これ紫ちゃいます、青っすね。こっからバックだけですね、赤に変わりますね。バックだけ赤、あとは青色。青色ですね。あとはルームランプもちゃんと LED にゆっくり光る、ゆっくり光るタイプの LED に変わってますね。ワーンっていう感じで、めっちゃ明るいですね。すごいレトロな感じでいいですね。
ねえ、これ走行距離ってどれぐらい走ってるんですか？これは今15万キロですね。あ、走行距離が結構走ってるんですけど、ね、まあディーゼル車両なんでね、うん、まだ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 、はい、やっと半分いったかなぐらいですね。そうですね、やっと折り返し地点ぐらいですね。ねえ、はい、これいいですね、欲しいですね。ねえ、カスタムもすごいしてあってエアコンの機器もバッチリで結構涼しい風が出てますよね。ほんならちょっと最後に、はい、お値段をね、車の中で発表しちゃいます？外出ちゃいましょうか。外出ますか、わかりました。はい、さて値段の方を発表していきますね。はい、値段の方ですね、まあ、車両本体価格なんですけど、はい、この車両139万円になっております。めっちゃ安ないですか？139万円、めちゃめちゃ安いですよ。ディーゼル車両で、まあちょっと距離は走ってるんですけど、まだまだ折り返し地点の距離ですよ。カスタムがね、こんだけしてあってね、はい、外も中もバッチリな車両でこのお値段まずないですね、はい、早いもん勝ちですね。これはすぐ売れちゃうんでね、もう本当に早いもん勝ちで、はい、多分もう今週持たないと思いますよ。ほんなもう気になる方はね、お問い合わせしてください、ね、いただいたらね、はい、了解しました。ありがとうございます。ありがとうございます。